坂本冬美、スノーマンの目黒蓮にメロメロ。すべてがいいけど、声がまたいい。演歌歌手、坂本冬美、56、が5日、フジテレビ系、ポカポカ、月曜から金曜前11、50、に生出演。スノーマンの目黒蓮、26、のファンで、メロメロな様子、を明かした。番組内の、ぽいぽいトーク、に登場、今一緒にお酒を飲みたい人がいるっぽい、というイメージに、ゼロ、の札を上げ、リビョンホンの大ファンぶりを明かすと、MC のお笑いコンビ、ハライチの澤部佑、37、から、今は誰かっていうのはいるんですか?と振られた。すると坂本は、もう一人、田原俊彦さんは学生時代の頃からファンだったんですが、それ以来、何十年ぶりに、ビビッときたアイドルがいて。スノーマンの目黒くん、と告白。目黒の出演ドラマ、サイレントを見て、泣いた、と明かし、目黒くんも声がいいんです。キレキレのダンスだし、歌もうまいし、芝居もうまいし、すべてがいいんですけど、声がまたいいんです、と魅力を語った。